やだやだ、つまんない授業は嫌なんだぞ。くそー、お前なんか今日厳しいんだぞ。やっとお昼休みなんだぞ。今日もうまそうなものがいっぱいなんだぞ。ふわふわオムレツ、鶏肉のグリルにベーコンエッグタルト。だあ、声がでかい。休み時間だけ元気になりすぎだろこいつは。なな、俺様は鶏肉のグリルがいい。最後の一個なんだぞ。あとオムレツもジャムパンもいっぱい取ってほしいんだぞ。あっ、おいてめえ、お前がぶつかってきたせいでパスタの温玉が崩れちまったじゃねえか。おいおいおい、プリプリの温玉を崩すのはカルボナーラ一番のお楽しみだぜ。どう落とし前つけてくるんだよ。慰謝料としてお前の取った鶏肉のグリルくらい譲ってもらわないと釣り合いが取れねえな。な、嫌なんだぞ。この肉は俺様のだ。ああ、新入生のくせに先輩に対する態度がなってないんじゃねえの。ちょっと裏来いよ。先輩、高速に魔法での死闘は禁じると。死闘？これは先輩から後輩への教育的指導ってやつだよ。ああ、食いしばれ。